どうも、ジュリサイジンホームセンターゾーリンカマです。この度は平成最後のジュリサイク TV となるかもしれません。この度、ジュリサイジンホームセンターゾーリンカマは、なんとも言えない番組を企画することにしました。とりあえず、ラジオを聞いてみましょう。今日のラジオ。切実に尽力した和み町商工観光課の鍋島忠隆さんにお越しいただきました。鍋島さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。ご紹介お願いします。はい、とりあえずラジオを聞きました。さて、この度我が社内はもはや何が置いてあるのかわからない車となってしまいました。一言で言うなら、ホームセンターと呼ぶしかないかもしれません。もはや社内はホームセンターになっております。この度あることに気がついたのです。あるものに出会い、そして悩みました。この謎の鉛筆というものです。この謎の鉛筆について、ここ数ヶ月の間悩んだのです。なぜこんなような鉛筆があるのか、いまだに解明されておりません。そしてそれを追求した結果、次の問題が発生した。それはどういうことかというと、こちらです。この鉛筆は誰が作ったのでしょうか。なぜこのようなメッセージが鉛筆に刻まれているのか、いまだに全くわからないのです。これは合併しなくなった旧平田市で密かに作られたものであるということになります。平田市の旧平田市でこのような言葉を刻んだ人たちがいた。またこの言葉から伝わってくるメッセージ性というのは、本当にジュリーサイクと同じぐらい無限の可能性があるということを思い知らされました。分け入っても分け入っても青い山、これは本当に無限の宇宙が広がっていく気持ちになります。それに匹敵するぐらいの気持ちが、この漬物を減らそうであったり、また牛乳、スキムミルク、今回のジュリサイク TV ではある企画を行っています。それはまたしてもこの丹波山遺跡公園に来ておりますが、何の目的もなく歩いてみるということをやってみましょう。特に何も考えず、何も目標がないまま公園を歩く、するとどうなってしまうのか、やってみましょう。とりあえず水たまりがあります。暦上は立春、春が始まったそうですが、本当に今年の冬は暖かく、冬が終わった感じであります。この山を登ってしまったら、その後は何を目指せばいいのか。
謎のすれ違いが発生しました。なぜかこの公園を歩いている人間が他にもいたのです。そしてその人間と挨拶をして別れました。なぜこの公園を歩いている人間がいるのか、あそこにももう一人謎の人間がいることが分かりました。何の目的でやってきているのか分からない。奴らは何者だろうか。この公園はこの場所に消火器が設置されております。そしてあの場所に赤いコーンが設置されております。すごい謎で満ちております。木が倒れております。枝が折れております。いよいよ配合を確定したのです。我が配合は自立廃人ホームセンターゾーリンガまであると。自分の配合が確定したことによって今までの廃人の配合が気になってきました。松尾芭蕉、正岡子規、種田三等家、尾崎豊斎と、そのネーミングの、まあ、センス、それらと互角に渡り合うことになりました。自立廃人ホームセンターゾーリンガ、この発音は、このリズムは何を表しているのか、なぜそのような韻を踏むようになったのか、何度読んでもわからないのです。韻を踏むということが、まあ漢詩などでもそうですが、ものすごく重要である。その謎は未だに解明されておりません。自分が読んだ句の中でも、韻を踏んでいると思われているものを列挙してみましょう。みんなドタキャン、みんなドタキャン、多いよう、非常に良いリズムを刻んでおります。みんなドタキャン、みんなドタキャン、多いよう。配合は確かにその一言でその人物をすべて集約しているわけですから、全くもってそれ以上分解できないことになります。なんと言ったらいいか、まあ物で例えるなら原子や分子のような物体であると言えると言いますね。もはやこれ以上分解できない、その人間そのものがそういう名前になっているということになります。だからこそ獣医祭人ホームセンターゾーリンガマという名前はもはやどこが性別でどこが名字でどこが名前なのか、それすらも分からなくなっているということになります。これは本当にどういうことなんでしょうか。ただ単にその音の発音がその物体を表しているバーコードのようなものであると、そういう問題になってきたのです。つまりは物体を
音で表す暗号が存在するということになりますね。この音はこの物体を表示しているということですね。だから韻を踏んでいる俳句は正しいということになります。あの物体は何千年も前から、石と呼ばれてきた。それがもはや暗号として実在しているということになる。その発音がもしも間違っていたならば、歴史上、淘汰されて消滅するということですね。対してその発音が優れていない場合は、自然淘汰して、使われなくなるということになりますね。どういうことなんでしょうか。いろいろと整理ができてきました。今一度我が配合を、音読していく必要があります。自由立廃人ホームセンターゾーリンガマ、ある物体を呼ぶ時の呼び名が自由立廃人ホームセンターゾーリンガマ、一応日本語の意味を考えていくと3つの言葉に分解一応できるんですけど、自由立廃人とホームセンターとゾーリンガマの、トリオになってるわけですね。ですがその3つを並べたところとて全く意味がないというところが、困った状態になります。何も意味のない3つの組み合わせがなぜか一つの固有名詞になっているという、そういう気持ち悪い物体があるわけですが、ですが、金属に例えるなら鉄に何かを加えてより頑丈な金属を作った状態、そんな気持ちでもあります。しかし例のごとく今回の旅には何も目標がないのです。これから先何をしようという目的がなくここに来ております。頂上に着き、そしてまた我が配合である自由立廃人ホームセンターゾーリンガマを連呼しているのです。この配合もまた何の意図もなく何も目標はない状態であります。だからこそどこにでも、降りていけることができますね。この頂上からどこへ降りていくのかちょっと考えてみましょう。この頂上にいるとあの病院にいる人と完全に顔が合ってしまうので基本的に気まずいということになります。ここに立っている人間は病院の人からすると気持ち悪いということになります。どうすればいいのでしょうか。またこちらを見てみましょう。たくさんの駐車場、たくさんの車たち、こんな一句が読めました。ちなみにあれは宍道湖と呼ばれている物体になります。あれが宍道湖という物体です。この度自由立廃人ホームセンターゾーリンガマはとりあえず次の目標を見つけました。とりあえず星空に
詳しくなり、天文教室へ通ってみようということになりました。この地球上でこの星を観測して勉強している人間たちがいるようです。この地球上で星を見て勉強している人間たちがいる。そんな人間と自立祭神ホームセンター造林川は出会う必要があるようです。古代人類が星空を見て全てに星座をつけたそうですが、それは全くもって何と言ったらいいか、悔しい行為になりますね。私的には非常に悔しいと。つまり星を見てそんだけ想像した奴らがいると、これはもはやライバルと呼ぶしかない状態ですね。とにかくそこを悔しがって、まあ、そいつらにとって変わるぐらいの気持ちで星座を名付けていく必要があるということに気がつきました。つまりはとりあえず病院にいる人からは見られてしまっておりますが、もしかしたらこの星空の中に私は一個気がついたのです。もしかしたらこの星空をさらに見分け、もしかしたら漬物座があるのではないか、そうだったのか、この空の向こうに輝いているあれは漬物座だったんじゃないかと、私はそう気がついたのです。だからこそ旧平田市民は漬物を減らそうという文字を鉛筆に刻んだわけですね。あの漬物座の影響によってこの地球の漬物を減らす必要があったのか。だから古代の人たちは星座を名付けたのか。さらに追求すれば、牛乳、スキム、ミルク座がきっとこの星空の中に隠されているということになります。スキムミルクってなんだということで調べてみたら、脱脂粉乳のことだそうです。つまりこの星座の中に追求していけば、脱脂粉乳座、そういうものが見つかるのではないかと私は直感的に判断したわけですね。この謎を解き明かすまで私は天文教室に通い、そして星空を研究している科学者たちと会話をする必要があるのです。さあ、新たな目標が見つかりました。重力祭神ホームセンター造林川は天文教室に通い詰め、星空を研究し、漬物座と脱脂粉乳座を発見するのです。まもなく平成が終わろうとしております。この日本も新たな時代を迎えるところです。漬物座がもしも見つかってしまったら、
きっと人類の生活は一変するでしょう。もしかしたら地球温暖化の問題すら解決されるかも。もしくはかえって世界紛争は激化する発端となるかもしれません。脱脂粉乳酸というのは多分惑星の成分が脱脂粉乳でできているという発想が連想されますが、もしも脱脂粉乳で惑星ができてしまうのならどういうことなんでしょうか。そこに脱脂粉乳を作れる生命体がいたということですが、しかし粉乳だけで惑星を作ろうということは何があってそうなるのか、まあ本当人類にはわからないぐらい不思議が潜んでいるわけですね。脱脂粉乳が惑星になるということによって多くの新しい科学が解明されるでしょう。平成の次の年号はふと思うに、この間私が思ったのはラーメンであると思うんですね。新年号がラーメンだとすれば、まあ、日本という国は良くなる気がするんですけど、まあ、ラーメンを反対する人もいるでしょう。新年号がラーメンというのは良くない。多分反対もあるから、やっぱり、新年号は問題が起きました。その新年号何ですか。新年後ラーメンが正しいかどうか考えるため、ラーメンの歌を作ってみましょう。ラーメン塩ラーメン味噌ラーメン醤油ラーメン、豚骨担々麺。新年号は何とも言えないことです。ビびっくりするほど気がつかない、身にしみて自覚する。もしかしたらこれは見つかったのかもしれません。新年号は蛇口を年号にすればきっとこの国は救われるでしょう。